新たなるレガシーへ国立競技場は新時代のスポーツと文化を発信するスタジアムとして平成31年に新しく生まれ変わります4年後の東京オリンピック・パラリンピックを皮切りに新しい国立競技場は スポーツを通じて、日本と世界をつないでいくものと信じております。ブラジルから引き継いだバトンを手に、東京オリンピック・パラリンピックを世界一の大会にしなければなりません。夢と希望を分かち合う大会、誇れるレガシーを創出し、日本の力を世界に発信する大会、我が国の未来を切り裂く大会に、 していかなければなりません新しい国立競技場はまさにその舞台にふさわしいスタジアムです1964年の東京大会は戦後の復興から日本の誇りを取り戻す大切なきっかけとなりました2020年の東京大会は成熟した日本から新しい歴史を紡ぎ誇りを打ち立てる絶好の機会と考えております 東京大会のメインスタジアムとなります新国立競技場です。その姿を想像し、今からワクワクする、そんな気がいたします。スポーツは人間の力の限界に挑戦するアスリートのもたらす感動とともに、一人一人の健康、地域の振興、大きな経済効果、価値観の違いを超えた人と人とのつながりなど、様々な効果や喜びを与えてくれるものと存じます。 東京大会は、このようなスポーツのレガシーを、都民、国民に大いにもたらしてくれること、このことを確信をいたしております。